皆様こんにちは。私はですね、八王子市から参りました、八王子市議会議員の若林治と申します。皆様本日はお暑い中、拉致被害者全員救出を進める署名活動の会のお話にお付き合いをいただきまして、誠にありがとうございます。私もこの、6月からですね、続けて参加させていただいておりますけれども、6月5日には横田めぐみさんのお父様、横田茂様がですね、家族会としての初代の会長にいらっしゃいましたけれども、残念ながら横田めぐみさんにお会いすることなくお亡くなり、ご逝去をされました。その際ですね、この度、辞任の意向を表明されました安倍総理が記者会見で、早紀江さんと共にその手でめぐみさんを抱きしめる日が来るように全力を尽くしてまいりましたが、そのことを総理大臣として実現できなかったこと、断腸の思いでありますし、本当に申し訳ない思いでいっぱいでありますと、大変ですね、ご尽力を、いただいてきたけれども、残念ながら横田めぐみさんにお会いすることなく、横田茂さん、初代の家族会の会長、ご逝去をされました。本当にですね、切ない辛い思いのままご逝去をされたという状況でございます。で、現在ですね、17名の拉致被害者の親御様、そして特定失踪者約900名がですね、現在、北朝鮮の方に拉致されていらっしゃるだろうという状況でございます。で、その親御さん、お二方、ご親族等ですね、たくさんの方が本当にお会いすることができずにですね、また、奪還、もしくは連れ戻すことができずにですね、本当に辛い思いをされていらっしゃる方々がこの日本の全国にいらっしゃるという状況でございます。で、先ほどお話にありましたように、田口八重子さんはこの池袋、豊島区からですね、失踪、拉致されたというような状況が過去にございます。で、この池袋の地からですね、全国の特定失踪者、また拉致被害者の親御さんの切ない思い、なんとかお会いしたいという思いをですね、実現させてあげようではありませんか。ぜひですね、皆様、一筆でも多く1分足を止めていただいて、ご署名をですね、いただきますようお願い申し上げます。先ほども沖縄からですね、ガナーさんがお越しいただいてお話しいただいてます。本当に遠いところからですね、思いを持ってですね、お越しいただいております。ぜひ皆様、一筆でも多くご署名をいただいて、全員のですね、救出奪還をですね、目指していきたいというふうに思います。昨日安倍首相、残念ながらですね、辞任の意向を表明されました。安倍首相はこの拉致被害者、この奪還、親御さんのですね、思いをなんとか実現させようとご尽力をですね、いただいてきました。非常にですね、その力をかけていただいてまいりました。またその影響もあってですね、アメリカのトランプ大統領もなんとかですね、それを実現させようと北朝鮮との会談において、その話をですね、真っ先に述べていただくと、そんなようなですね、状況があり、非常に期待をですね、持つことができたこの数ヶ月だったと思います。それでもですね、残念ながらほとんど、実現ができてないという状況でございます。ただそのような安倍首相含めですね、世界の多くの皆様方にもご注目いただいて、また一部国会議員の皆様方もですね、ご尽力いただいているような状況でございますが、やはりその方々に全てを託すと、任せるという状況ではいられないと思います。やはり私たち国民一人一人がですね、このような状況、北朝鮮に拉致をされ、奪還することもできず、連れ戻すこともできずに、本当に苦しんでいる多くの被害者の方々が日本中にいらっしゃる、その方々の本当に思いをですね、一日でも早く実現させるために、皆様のですね、一筆のご署名、たった一筆かもしれませんけれども、
その一筆の積み重ねがですね、必ずやこの思いにの実現につながるというふうに信じてですね、ぜひ一筆の署名をいただきたいというふうに思っております。豊島区この池袋西口ご通行の中の皆様、ぜひですねご協力をいただきますようお願い申し上げます。私は本日八王子市から参りました八王子市議会議員の若林修と申します。私は今日八王子ですけれども、八王子から参りましたが、大学4年間立教大学で学ばさせていただきですね、この西口というのはもうしょっちゅう通っており、ものすごく馴染みがあり、また大好きな場所でございます。でこの場所でですね、豊島区議会議員の靴田良二さんの、お力添え、そしてお役に立てればと思い八王子から参りました。ぜひですね皆様、この池袋の西口ご通行中の皆様の貴重なですね力強い一筆ご署名をいただきますよう心よりお願い申し上げます。皆様の一筆一筆が必ずや拉致被害者特定失踪者の親御さんご親族の皆様方の思いを実現できる、そんなところにですね必ずつながってくるというふうに私自身信じており、6月からですね協力をさせていただいております。ぜひ皆様の力強い一筆、そしてよろしければ、こちらの募金の方をですね、お力添えをいただければというふうに思っております。ぜひ皆様よろしくお願い申し上げます。この度は本当にお暑い中ですね、この豊島区池袋西口にお集まりいただきまして、また、ボランティアの皆様方もですねお力添えをいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ今後とも皆様の一筆、そして、心のこもった募金、こういったものをですね拉致被害者特定失踪者のご親族ご家族の皆様方の、思いを実現するためにつなげていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうも貴重な時間をいただきましてありがとうございます。